はい、ゴリゴリの時間がやってまいりましたってことで、どうも、ゴリです。はい、ということで、今回はですね、何をやっていくかと言いますと、まあ、飛距離アップですね。皆さん、飛距離アップしたいと思います。ね、飛距離アップのためのコツを一つね、伝授したいと思います。はい。で、何をやっていくかというと、飛距離を伸ばすためには、やっぱりヘッドスピードを上げる必要がありますよね。で、ヘッドスピードを上げるためには、やはりここをスムーズに、詰まることなくビュッとこう飛ばす、しっかりと振ってあげる必要があるので、まあ、この練習方法というか、まあ、コツですねっていうのをちょっと一つ、教えたいと思います。はい、では実際にねドライバーを使ってそれをやっていきたいと思います。はい、で、何をしていくかというと、まず体のインパクトの時に体が詰まってしまうっていうのが一番ここで減速してしまう理由になってしまうんですよね。なのでしっかりとここをビュッと素早く通らせてあげないといけなくなってくるので、まずその詰まりをなくすっていうのが大事になってきます。なのでその詰まりをなくす方法をご紹介します。はい、まずいつも通りボールのところにセットアップしてもらいます。でそこから上げていってもらう。打つときに左足を引いてもらいます。そうすることでここが引けることでここにスペースが空きます。そうすることによってしっかりとヘッドが、まあ、腕ですね、詰まることなくビヨンと振れるようになってくるので、では実際にやってみましょう。ここから、ね、構えてもらって上げてきたら左足、そうすることによって、まあ、体重もちょっと右に残りやすくなるんで、しっかりとね、フォローしやすくなる。実際にやってみますね。もう一回いきます。することによって左足を引くことでフォローが素早く、しかもヘッドアップもちょっと予防できるんで、押し込む力っていうのが出てきて飛距離アップになるので、ぜひこれ一度試してみてください。ちょっと最初ねバランス取るのがちょっと難しいかもしれないですけど、これ慣れてきたらかなりもう体の回転も使いやすくなってくるんで、飛距離アップも間違いなしです。ぜひ練習で試してやってみてください。では以上になります。ありがとうございました。